ジョン・グッドリックは、オランダ出身のアマチュア天文学者である。オランダのフロー人間に生まれたが、一生の大部分をイギリスで過ごした。変更性アルゴルを観測したことで知られる。当時、すでにいくつかの変更性は知られていたが、グッドリックは今日、食変更性として知られる変更のメカニズムを提案した。1783年に、 王立協会で研究成果を発表したのを受けて協会はコプリメダルを授与した。1786年4月16日には王立協会会員に選出されたが、グッドリックはそのわずか4日後の4月20日に肺炎により21歳で他界し、自らが選出されたことを知ることなく、この世を去った。ノースヨークシャーの阪神ゴアの協会に祖父母、両親、 兄弟らと共に埋葬されたが、現在その埋葬場所には、ザ・グッドリック・ボルトと刻まれた石碑の実が残されている。グッドリックは、子供の時の昇降熱が原因で聴覚を失い、そのため両親と別れて、エジンバラの老学校で学んだ後、1778年に、ウォーリントーン・アカデミーで学んだ。卒業後よくの両親の元に戻った。個人で天文台を建てた。 ナサニエル・ピゴットの息子のエドワード・ピゴットと親しくなった。エドワード・ピゴットは変更性を研究しており、グッドリックは観測すべき変更性のリストをエドワードから受け取った。グッドリックは、コトザ・ベータ星やケフェウス・ザ・デルタ星が変更性であることも発見している。ヨーク大学のグッドリック・カレッジや、小惑星のグッドリックは彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。